Fight for your freedom! はい、トリコヤーズリーフェムご覧の皆様、こんばんは。はい、今週もですね、毎週金曜日、夜10時からお送りしておりますプロレスリングフリーダムズ冠番組ファイトフォーユアフリーダム、今宵もですね、MC は私プロレスリングフリーダムズ代表取締役、私みんなの殿佐々木隆がお送りいたします。さあ、そして本日のゲストは、はい、まもなくですね、半年間の欠場から復帰いたします香取貴博選手です。おっ、香取です。香取です。髪伸びたね。伸びましたね。それ何なん？何なん？髪の毛です。はい、いやいや、髪の毛はわかるけど、それは 何を目指して、そんな髪長いの？ウルフヘアにしたかったんで。ウルフヘア、はい、ウルフヘアって後ろ髪だけじゃないの？後ろが長いやつ。で、こっちはマッシュ。マッシュ。マッシュウルフってやつです。あざといね。あ、マッシュウルフなんてあるんだ。マッシュウルフあります。まあね、あのフリーダムズでもね、あざとさでなかなか人気をね得て、もう本当これからっていう時にまんまと怪我をしてですね、約半年間欠場しまして、はい。はい、フリーダムズの 5.2 後楽園ホール大会からフリーダムズの本格復帰をしようとしていた、復帰復帰矢先に、なんと、はい、まさかの 5.2 後楽園ホール大会中止となってしまいました。皆さん、先ほどあの公式ツイッター並びに殿のツイッター等をご覧になっていただけましたでしょうか。このね、緊急事態宣言発令に伴いまして、後楽園ホールの方でですね、まあ、東京都から、まあ、大会中止の要請が出まして、もう目前に控え、本当たくさんの方に応援していただき、たくさんの方にチケットをご購入していただいておりました。 5.2 後楽園大会、フリーダムズにしては珍しく日曜日をいただけた後楽園大会だったんですが、やむなく残念ながら中止を発表させていただきました。まあ、その大会でですね、香取貴博復帰戦というものを、フリーダムズの大会で組んでいたんですが、まあ、残念ながらそちらも流れてしまう形になってしまいましたが、ね、残念ですね。残念ですね。ね、香取の試合を楽しみにされたお客様も本当に本当に申し訳ありません。ね、はい。ね、本当トロも残念で本当悔しくてしょうがないんですけども、ね、まあ、東京都からの要請、まあ、それには後楽園ホール自体もですね、従うしかないということで、後楽園ホールのことに関しては、まあね、会場をお借りする団体もそれに従うしかないということで、残念ながらのやむなくの中止決定でございます。まあ、チケットの振り替えまたは、チケット払い戻し等に関してはもうほんと今の決定の話なので、まだ今のところちょっとどうするか決まってないんですけど、皆様にとって、必ず損もマイナスもないように対応しっかりさせていただきますので、もう少々、決定発表の方をお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、香取もね、昨年10月の怪我とかもありましたけど、はい、まあ、怪我も治って、はい、まあ、このゴールデンウィークを中心にね、復帰をね、これから本当しようというところで、はい、はい、まあ、5.2 後楽園大会は残念ながら流れてしまいましたが、まあ、イーグルさんでね、復帰がもう決まってるので、そうなんですよ、はい、ね、その辺の話もまたちょっとゆっくりできたらと思っております。はいいます。はい、本日も最後まで50分間よろしくお願いいたします。はい、まあ残念なねお知らせもありましたが、はい、とりあえずね、ちょっと今これラベルね隠されてますけど、もうこういう時はね、もうやけ酒しかないんで、はい、香取貴博もですね、こう見えても成人超えております。超えてます。はいはい、ちゃんと、ね、ちょっと飲みながら頑張ろうな。お願いします。はい、一応ここね、見えないかもしれないですけど、一応
何ですかこれ、透明のね、アクリル板です。アクリル板がありますけど、アクリル板越しに乾杯ということで。上にしません？上にするか。はい、乾杯乾杯、ね、すごい歓声が。頑張ろう。はい、今日ちょっとね、トロもあのカトリと一緒に焼け酒を飲んでおりまして、もう大概酔っ払ってるんですけど、はい、番組はしっかりね進行しますので、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、まあね、香取孝弘を語る上で欠かせないのが大丈夫ですかそれ、はい、はい、はい、香取孝弘デビュー戦、やばい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 、やばいねこれね、これやばい、これが2017年12月17日はい、香取孝弘デビュー戦、対戦相手は誰ですか。佐々木隆さんです。はい、私殿が香取孝弘のデビュー戦を務めさせていただきました。はい、そうなんです。はい、そのご縁もありましてね、あの、はい、まあ、ずっとフリーダムズでも香取をね使ってるわけではあるんですけども、これが またね、あのイーグルプロレス代表 の吉田和則さん、真ん中に映ってますね、はい、吉田和則さんから、あのデビュー戦の相手を務めた人間は一生そいつの面倒を見なきゃいけない、はいはい、そういうしきたりがイーグルにはあるんですっていう、よくわからないですねことを言われまして、で吉田さんに関しては僕ね、殿よりもやっぱ先輩に当たるので、はい、デビュー当時お世話になった先輩になるので、まあね、そんな吉田さんに言われてしまったらもう僕もね歯向かえませんので、しゃーなし、しゃーなし、いやしゃーなしじゃないよ本当ですか、はい、まあ、その、ね、言葉も受けた上で、まあ、香取孝弘を本当一生面倒見ようと思っております。はい、あのデビューの時で、18歳です。デビューで18歳、ね、高校3年生です。高校3年生デビュー、あの時高校、これこいつ今高校3年生です。この、左側の、はい、はい、ちょっと生きってる感じの、生きってるね、これ高校3年生で、あの、はい、低学年しかいないから、ああ、生きれてる状態です、ね、ああ、最年長でちょっと生きってる感じね。何も怖いものないんで。なるほど。デビュー戦は覚えてますか。覚えてますよ。覚えてる。覚えてます。俺覚えてねえけどな。いや嘘だ。どうでした。いや俺本当に、はい、もちろん、まあ、こういうの言うのはよくないですけど、うん、本当に勝てると思ってやってるわけじゃないんですよ。ただこれだけ自分をぶつけられるかって思ってやって、ね、うん、あ、まあそうだよね、うん、でその時に初めてやっぱイーグルプロレス以外の人とこう対戦して、うん、はいはい、まあ、ほぼ初めてなんです。そうだよね、なんならもう初対面に近いもんね。そうですね、はい、その時はもう高橋さんとあの初対面で、うん、その時にどれだけ自分が3年間か4年間やってきたことを見つけて、うん、まあ、集大成じゃないですか、うん、1試合目なんで、それをどれだけぶつけられるかって気持ちで、うん、ぶつかっただけですよね。もう本当にそれにつきますね。あ、試合がどうこうだったとか、うん、あれをどう返せばよかったとか、そんなのはもう覚えてない。そうだよね、ただただ無我夢中で、うん、もう高橋さんの足にしがみついてたのを覚えてます。コスチュームをしがみついてまで、ね、ね、うん、向かおうっていう気持ち、それだけでしたね、うん、まあ、俺からしても吉田和則さんから、今度うちの若いのがデビューするからデビュー戦の相手頼むよ高橋って吉田さんに言われたら、もう俺もやります、やらさせてくださいっていう感じだったんで、ね、そしたらその時に相手をしたね、相手がまあこうやってフリーダムズに定期参戦してね、こうやってまあ結構ね、あざといか、香取あざといか、はい、香取あざといですごい人気も出て、フリーダムのお客さんにもすごく、ね、認知されて応援されてる感があったんでね、はい、すごくあの、はい、僕も嬉しかったんですよね。で、香取はじゃあ入門が中学生になるの。中学3年生で部活が終わるじゃないですか、うんうん、自分野球部だったんで、うん、野球部が終わって、うん、その瞬間からもうあの入団っていうか、道場に行かせていただいて、こう顔を出して、うん、最初からリング上がれたわけじゃないんですけど、自分もプロレスをやりたいんですっていう話で、こうトン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 という感じですね。中3で入門して高3でやっとデビューできたってことね、はい、そうです。本当はうちの代表が学生のうちはデビューさせないって言ってたんですよね、うん、でも自分がもうどうしてもデビュー早くしたいっていう気持ちで、うん、こう練習してたのを見てくれて、自分その時痩せてたんですけど、うん、代表がじゃあ体重が75キロになったら、うん、その時55ぐらいだったんですけど、いや細55から60ぐらいで本当に細かった、うん、今も細いですけど、
75まで上げたら、うん、お前をデビューさせてやるよ学生でもなんでもって言われて、うん、もうその瞬間からもう2ヶ月で体重を20キロ増やして、うん、でそれで75キロまで上げて、いやでも目標がね、見えると頑張れるよ ね、 そうですね。ただ漠然と頑張るよりもこうなったら僕デビューできるっていう目標がねあった方が、体重なんて本当目に見えた目標ですからね、うんうん、へえ。でも中学生で入門で高校生デビューでしょ。はい。あのプロレスは何歳ぐらいから見てたの？プロレスは、うん、多分中学1年生頃ですね。ちょっと自分が、ちょっと野球部でいじめられてまして、ほう、あるきっかけで自分の1個の先輩がプロレスが大好きで、部室とかでずっとパイプ椅子で人殴ってるバカがいたんですよ。あ、ダメな学校だね。でもみんなその人のこと嫌ってたんですけど、うん、唯一自分だけはそこにのめり込んで、うん、でそれがきっかけで自分もプロレスが好きになって、それが今のマーベラスの伊坂怜央。伊坂怜央。そうなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。え、すげえ。そっからもうずっと自分と怜央先輩のストーリーは続いてるんですよね。うん、レオも野球部だってこと？野球部です。なんなら小学生の時から少年野球で一緒にやってて、まあ、その時は、まあ、あんま仲良くなかったんですけど、中学行ってその先輩がいて、あ、いるわこんなやつって思って、したらプロレスをやってて、自分がのめり込んじゃったんですよね。椅子振り回して嫌われてた先輩が伊坂レオだったんだ。自分だけが唯一後輩でのめり込んでっちゃった。それがね、一緒にプロレス界でね、デビューするってすごいね。いや、本当にありがたいです、ね。本当に長いですね。でも中1でプロレス好きになって、中3で入門って、まあまあすごいね。そうですね。それで高3でデビューでしょ。そうですね。でも本当にその頃、伊坂くんが YouTube でプロレスごっこみたいなのやってたんですよ、うん。その当時、プロレスごっこを YouTube に上げてる人は結構いたんですけど、うん、結構その、自分たちはがっつりやったんですよね。うん。結構杉浦さんだったりとか、うん、あとフリーの大谷さんだったりとか、うん、プロレスラーの人も見てくれてるぐらいガッツリやってたんですよ。それが結構続いてて、うん、プロレスにやっぱそれぐらいのめり込んでたんですよね、ガッツリやるぐらい、うん、面白。そうなんですよ。逆にその中1からプロレス見始めて、はい、その頃テレビとかで見て憧れた選手とかいるの？いや、当時は本当自分が好きになった当時はもう岡田和親さんが、あのもう凱旋かなんかして内藤さんとこうタイトルマッチをやってる時期だったんですよね。もろもう岡田和親に憧れてプロレスラーになったっていう世代がいるんだね。もうね。そうなんですよ。そしたらこうなったと思うんですよね。その結果なんだそれ。そうなんですよ。全部岡田さんが悪い。岡田和親が悪い。はい、あの人が悪いです。そうなんだ。へえ、うわ、あ、面白いね。でそれで、あ、これデビュー戦から、そうですね、これデビュー、あ、その次のやつかな、2000、俺と2回目のやつかな、2回目ですね。ああ、そんなのもいろいろ経て、昨年10月18日のグレースプロレス、あ、グレースプロジェクト大阪大会、はい、こちらで、怪我をしてしまったわけだね。そうです、ボロボロです、ね。この日の対戦カードが香取孝博、勝俣俊馬、はい、花園桃花組対、あれ平田和樹なんかいたっけ？平田さんいましたね。平田和樹、下村大樹、はいはいはい、春日萌香組、そうです、の6人タッグ。そうです、そうです。はいはいはい。で俺はあのね、その試合の前のバキュームマスクの試合にのセコンドについて、で自分の試合はそのカトリの試合の次に控えてたんで、カトリの試合だけ見てないんだよ。あ、そうだったんですか。そしたらセコンドについてた、もう誰か忘れたけど、セコンドについてたやつがカトリが怪我をしましたっつって控え室に走ってきて、でマジかって言った後にお前が誰かの肩を借りて控え室に戻ってきたんだよね。やばかったですね。あれやばかったね。組織でしたもんね。控え葬式だったよ。本当だよ。本当だよお前。あれでもどうなったんでしたっけ？どうやって怪我したんでしたっけ？いや、場外に、はい、場外に飛んだんですよ。うん、いなかったんですよね。誰もいないところに飛んでたの？そうなんですよね。なんか自分は相手3人に目がき飛んだんですよ、うん、そしたら相手3人の中心に落ちたんですよ、うん、誰もいないんですよ、これ。なるほど。
相手3人飛んだつもりが誰にも当たらなかったんですね。相手3人のど真ん中にちょうどもうど真ん中ストレート3人もいたのに誰にも当たらなかったんです、はい、指先だけで足から落ちたってこと？足から行きます。で着地しようと思って回転してたんで、うん、モロを着地しちゃって、はい、で当たるのを想定して回転してるじゃないですか。そうだね、だから回りすぎちゃって、うん、あ、当たらないからね。で、うん、あの足がなんかもうもう一個関節が増えた感じで、おお、行っちゃったんですよね。でもそれはもうやった瞬間にもうやばいって分かった。あ、分かります。だってもう指先がついちゃいけないところについたんで、ありえない方向に曲がってついたんで。でその後すぐでも病院行ったよね、大阪のね。まあ、病院行ってその診断結果は何だったでしたっけ？なんだろう、正式な名前忘れちゃいましたけど、うん、人差し指と中指の中足骨の骨折と、うん、あと薬指の脱臼ですね。あ、それどっち足だったか。左足です。左足ね、はい、左足の中指が骨折の、人差し指の骨折の、あ、人差し指が骨折の中指が脱臼、中指両方骨折です。あ、両方骨折、両方骨折で薬指だけ脱臼、うん、あ、薬指が脱臼、はい、じゃあ5本ある指のうちの3本がいかれたってことね。はい、あの、なくなりました。マジか。そうなんですよ。もうへこんだ。いやー、へこ、笑うしかないですよ。笑うしかない 笑うしかないって言っても、笑ってもめっちゃ空笑いですけど、あーって思いましたけど、いや、本当に、あの、実は誰も見てないところで泣いてますからね、ちゃんと。あ、そうなんだ。病院で頭抱えながら、本当にもう、いろいろ考えましたよ。はい、まあでもそう、まあでもそうだよね。そうです。あの、写真で、あの、香取がカレー食べてる写真あります？これですね。これはもう怪我をして病院に行って、はい、処置と診断をしてもらって松葉杖をついて帰ってきた後の控え室。見てくださいよ、この笑顔、はい、無理やり笑ってるじゃないですか。でめっちゃ笑顔でカレーを食べてるように見せて、本当は病院で泣いてたんですね、人知れず。泣いてましたよ。なんならこの後、あの、うん、皆さんに、うん、いや仕方ないよって言われて、さらにもううるってきましたからね。全然味感じなかったですから。あ、カレーの味を。美味しいらしいですけど。あ、それコロナとかじゃなくて。はい、コロナとかじゃない。じゃなくて。多分違うんですけど。味覚がなかったんだ。マジで何も感じなかったですね。いやでも本当、あの、フリーダムズ定期参戦して、フリーダムズに本当に、あの、定着して、その、あざとさ、あざと可愛さで、はい、フリーダムズのファンの方々にも愛されて、ね、認知度も出て、でかつ、あの、フリーダムズ以外の他団体にも結構たくさんね、オファーをもらって、本当まさにこれからって時に、ズドーンって言ったね。行きましたね。でも本当もう垂直落下だったね。もう垂直ですよ。垂直落下式で欠場したよね。垂直落下式欠場しましたね。欠場してる間はどういう生活をしてたんですか？そうですね、欠場してる間、自分、うん、結構本当に2月の3月頭ぐらいまで松葉杖ついて生活してたんですよ。ついこの間じゃねえか。本当そうなんですよ。だからジムにも行けないし、道場で練習もできないし、うん、まあ、道場に練習顔出してたんですけど、うん、そういう時とかプロレスの動画見てる時とか本当もうハンカチ噛みながらも、ね、ああ感じしてね。ってことはプロレスの世のプロレス界の流れとかは追ってたって？いや、追ってました追ってました。だってそれこそダメダさんなんて、うん、自分が、まあ、結構不定期ですけど、うん、割とその欠場する期間までもうほぼレギュラーでよ、ね、うん、レギュラーでね。でそれが急にパッてなくなったわけなんで、うんうん、やっぱ気になるじゃないですか。なるね。そうですね、すごい。それでやっぱ、うん、結構考えましたよね、いろいろ。じゃあダムズのなんかダムズも結構追ってくれてたってことかな。はい、うん、これね、出てる写真が、あの、東京ドームですよ。群雄割拠、はい、ね、イーグルプレス栃木県代表で、はい、群雄割拠東京ドームに出て、この時琉球ドラゴンに勝ったのかな。そうです、防衛ですよ ね、 あ、防衛か、はいはい、沖縄代表の琉球ドラゴンプレスから勝って、この天下統一上り旗をダッシュして
これ防衛戦はダブさん、ダブだよね。ダブさんから防衛した時の、はい、広島代表のダブプロレスを相手に天下統一のぼり旗をかけて試合をして、うん、勝って東京ドームで防衛戦をね、防衛を果たした時の写真だよね、うん、そうです、3人とも顔死んでますね、疲れた高橋さんが一番嬉しそうですね。ねえ、俺試合、この試合じゃねえの、俺一番元気じゃねえか。3人とも目が多分死んでますので。いやでもこれでね、本当これを経て、まあ怪我もね治って、この度めでたく香取孝弘復帰ということで、はい、で5月7日にも、はい、5月ですか、もうそれは言うな、もう悲しくなるから言うな。あ、そっか、はい、でやっぱその5月2日の前に、4月25日ですね、はい、イーグルプロレスの配信マッチ、なんでそれオンエアになるんですか。あったなと思って、はい、4月25日に、イーグルプロレスさん の配信マッチがあって、はい、そこで香取孝弘復帰戦が組まれてるわけですね。そうなんです、メインイベントですよ、はい、メインイベント、メインイベント3社しかないですよ。お前メインでいいの？はい、吉田さんは第何試合出るの？1試合です。代表を第1試合に押し合うと、お前だメインか。はい、マジか。何その香取なんで、香取なんで、香取なんで、それぐらいでちょうどいいかと。マジか、はい、この日のね対戦カードと自分調べてきたんですけど、ありがとうございます。第1試合が吉田和則対クラッシャー高橋、これすげえカードです。何気に、はい、吉田さんもクラッシャーさんも本当俺がペーペーのペーペーデビューしたばっかの頃からお世話になってる大先輩なんで、高橋さんなんてもうん、そのシングルマッチが、見れる、しかもイーグルさんの第一試合に見れる、これ結構すごいことですよ。はい、吉田和則対クラッシャー高橋、はい、これちょっと俺も見たいですね。見てください。第二試合が、島田博史さん対大野昌司、はい、大野昌司、はい、はい、これ島田さんもなんなら僕が当時、ね、入門して所属してた DDT の旗揚げ戦とかに出てるぐらいの、これもレジェンドですある意味、はい、そんな吉田さん、クラッシャーさん、島田さんのレジェンドを差し置いて、大野さん、あ、大野さんもレジェンドですね、はい、チャンピオン、あ、レジェンドですね、はいはい、そんなレジェンド、チャンピオンを差し置いてメインイベント、なんと香取孝弘対近藤博之、ありがたい、ね、あれ近藤さんチャンピオンじゃないの？近藤さんチャンピオンですよ、シングルのチャンピオンです。ああ、そういうことね、はい、でもいきなり復帰戦がチャンピオンってすごくない？お前しかもメインで、まあちょうどいいんじゃないですかね。おいでもノンタイトルだろこれ。ノンタイトルです。ああ、タイトル変わってないよね、はい、復帰戦で。それはそうだよね。いやでもこれでも何すごいカードがいきなり復帰戦に組まれましたね、はい、吉田さんが、吉田さんのためにね、これ加藤に対する期待の表れだよねこれね、はい、ね。でもこれ、この配信マッチはこれどうやったら見れるの？これは、YouTube で見れるんですけど、イーグルプロレスのチャンネルが YouTube にあるんで、うん、こちらで見ていただければ。無料？無料です、もちろん無料です、ただ生放送はしないんで、収録が25日するんで、その後になると思うんですけど、あ、まあ、その後に公開されるので25日に収録して見れるのはちょい後ってこと？そうですね、後になります。そういうことね、編集入ってからになるんで、多分1試合ずつ順々に上げていくと思うんで、自分は大取りの一番いいところを、美味しいところをもらうんで。じゃあこれ、じゃあ配信が始まったら、じゃあ香取のツイッターかなんかで、あ、はいはいはい、なんかね、自分も告知してもらえます？忘れなければするんで。忘れるなよ。ぜひぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、あれは文章にするから許される世界ですからね。あ、喋っちゃダメなの？ダメです、ダメです。あ、ダメなんだ。そんな甘い世界じゃないです。あ、すいません、はい、気をつけてください。すいません、申し訳ありませんでした。ちょっと調子乗りました今。あ、いやいやいや、それぐらいがいいと思います。なんで俺謝らされてるんだよ。リゲストだ、そういうの。はい、はい、そのね、4月25日収録の香取孝弘復帰戦を経て、本当はですね、フリーダムズ 5.2 後楽園、 5.5 横浜ラジアント、 5.16 仙台ピット、さらにまだカードは決まってないですけど、 5.27 新木場ファーストリング、はい、
5月4大会、フリーダム4大会すべて香取孝弘出場していただく予定でおりましたが、まあ、とりあえず 5.2 後楽園は残念ながら中止ということで、はいはい、まあ、横浜、仙台ピット新木場は今のところ、開催予定でおります。まあこの後ですね、例えば、神奈川県内とか仙台、それからね、新基盤もやめてくれみたいな話になってきたら、ね、東京都からまたね要請があったりとかしたらわからないですけど、現状としてはこちら3大会はやる予定でおります。はい、はい、お願いします。なので、フリーダムズでにおける香取孝弘復帰戦は今のところ 5.5 横浜ラジアントホール大会、そうですでございます。はい、損だね、はい、多分こちらのカードがですね、もう決まっております。はい、マンモス佐々木、平田智也、香取孝弘組対、はい、高岩達人、正岡大輔、ドラゴンリブレ組、はい、はい、はい、これでもどうですか、ちょっと香取的にはちょっと俺言っていいですか、ちょっとこの場所なんで、あの本音言わせていただきます。本音は大事だね、うん、これ大事ですね、うん、あのちょっと自分復帰する前に、うん、あのもう一回怪我してるんですよね、頭の怪我を一回、ああ、あったね、怪我す大きい怪我をする前に頭の怪我をしてるんですけど、うん、あれだよね、頸椎捻挫だよね、頸椎捻挫ですね、はい、その時、その時の相手マンモスさんとシングルだったんですよ、うん、俺それ試合途中で終わっちゃってるんですよね、しかもなんか多分1分もいってないぐらいで終わっちゃったんですよ、うん、俺ちょっとすいません、リベンジしたいですね、マンモスに、マンモスさんに、まあシングルでとそこまでわがままは言わないですけど、うんうん、そのカードちょっとなんとかならないですか、これだとマンモス平田香取組だもんね、そうなんですよ、俺別にまあいいんですけど、俺ちょっとマンモスさんにあの時やりきれなかった分をぶつけたいですね、マンモスは戦いたい、戦いたいです、なるほど、じゃあそこは代表権限で誰かと入れ替えよう、 100% じゃあマンモスと戦うってことで、はい、じゃあそうだな、リブレと入れ替えよう、マジですか、はい、あのホームページ出ますか、フリーダムズのホームページ、ホームページで、5.5 横浜ラジアントホール大会のカードが出せたら出してください、はい、これで、スケジュールを押してください、スケジュール、あそこでもいいです、はい、そこでもいいです、これでもっと下行ってください、もっと下行ってもらって、もっと下行ってもらって、これですね、はい、通り過ぎました。はい。これが、横浜ラジアントール大会のカード。マンモス平田香取組対高岩さん、正岡リブレ組だったんだけど、これがだから、マンモスと戦いたいってことだよね。はい。マンモスさんとやりたいです。組むんじゃなくてね。はい。じゃあ、リブレと入れ替えよう。ありがとうございます。もう、これは代表権限で今、勝手に決めます。でも確実ですね、これは。はい。マンモス平田リブレ組対高岩さん、正岡香取組に変えましょう。ありがとう。いや、フリーダムズって何がフリーダムズかって、はい、選手がやりたいことを自由に叶えるのがフリーダムズなんで、はい、もう自己主張は下もん勝ちなんで、もちろん知ってますよ、ありがとうございます、香取さん、あれですよ、自分ちょっと申し訳ないですけど、お、俺ダムズさんの所属の誰よりも自由人でいる自信があるんで、うわ、それはいいね、はい、でもだ、こういうね、組まれたカードをただこなしますみたいな、はい、アルバイトレスラーはうちいらないんで、うん、そういうね、自己主張、俺はマンモスと戦いたいから、あのカード変えてくれとか言って自己主張は俺は全然ありだと思うんで、ありがとうございます、じゃあリブレと入れ替えましょう、ありがとうございます、マンモス佐々木、平田智也、ドラゴンリブレ組対高岩達人、正岡大輔、香取孝弘にカードを変えましょう。はい、リブレさんの主張はいいんですね。リブレの主張、そんなもん関係ないよ、もうクソくらいだね、そのね。実験ない。いや、でもリブレも多分、俺が
俺から説明しとくんで。ありがとうございます。これ香取の思いを組んでくれと強くお願いします。はい、はい、じゃあこの絵は改めてじゃあ発表しますね、リリースしますね。はい、カードをじゃあ変えたいと思います。はい、あとはじゃあまあ現時点では、まあ、5.2 後楽園大会は中止になりましたけども 5.5 横浜大会は一応 やる前提で今動いてますので、はい、その上で、やりたいと思います。はい、じゃあカードをもう一回上からチラチラ見ますか。はい、一旦上に戻っていただいて、はい、5.5 横浜ラジオアントホール大会メインはですね、ハードコアマッチ、笠井純、あ、杉浦徹、笠井純、斉高志組対、ビオレントジャック、作田敏行、植木隆之組。はい、フリーダムズ軍対、ERE ですね。はい、じゃあ次行きます。セミファイナルはノー DQ マッチ。まあ、ノー DQ なんで反則決着。それから引き分け、リングアウト時間切れとは一切ありません。完全決着ルールで、吹本健二対武田正史。ね、武田正史がアンチェーン抜けたことに対して一番怒ってたのは吹本なんで、そこをシングルで当てたいと思います。はい、あとこちら、タクマチ、現 KFC タク王者藤田実、山下里奈組対進む優也健吾。はい、これタイトルマッチでもおかしくないぐらいのカードですね。はい、じゃあ次はですね、6人タッグマッチ、今カードが変更にしました。もう代表権限で勝手に決めます、はい、マンモス崎、ジャトモヤ、ドラゴンリブレ組対高岩達人、正岡大輔、カトリー高博。はい、そしてもう一つシングルマッチですね、バラモン現対カムイ。はい、はい、画像見えてません。はい、こちらですね。はい、こちらがまあ今ね、カムイが UW ジュニアチャンピオン、こちらも 今のところノンタイトルの予定ですけども、まあ、ゲームもジュニア、過去のねジュニア王者として、まあ UW 世界ジュニアには思うところあると思うので、まあ、その辺も含めて、まあ今後のベルト争いに影響が出てきそうなカードではございます。全部見逃せないですね。見逃せないね。いやでもこれで本当後楽園ができないのが決定してしまったからこそ、横浜ラジアンとは何としてでもやりたい、やりたいし、このカードが揃えば絶対見に来ていた皆さんを満足させれるだけのボリューム内容をお見せする自信はあります。はい、ぜひ横浜ラジアントホール大会を皆さん応援に来ていただければと思います。よろしくお願いします。本当に活動してる間に何回ダメージさんの試合を見に行こうと思ったから、ね、ただやっぱり怪我してるから顔見せできないっていう理由がありましたけど、うん、本当に今のインディーがいるからとかじゃないですけど、うん、インディーのプロレス界で一番熱いと思うんですよね、ダメージさんが。香取さんにそんなこと言っていただけて光栄でございます。あ、イーグルの方が熱いですよ。え、いや、イーグルも熱いです。イーグルも熱いね。イーグルも熱いね。ダメージさんがも熱いです、うん、はい、ありがとうございます。いや本当に素晴らしいです。はい、ありがとうございます。あとその他、その次のですね、 5.16、仙台ピット大会もカードは、まだ発表されておりませんが、まあ大体こんな感じでいこうかなという目処は立っておりますので、そちらも、皆さん楽しみに、東北の皆さんですね、ぜひ楽しみに応援に来ていただければと思います。よろしくお願いします。あ、そう、仙台ピットも香取高弘来ますからね。そうですよ。よろしくお願いいたします。お邪魔します。はい、あとまだこれ正式にリリースはしておりませんが、5.27 新木場大会、はい、5月27日の新規模ファーストリング大会は、現状ですね、まだ一つもカードは出しておりませんが、5月2日にやる予定だったカードを、中心にそのままスライドできたらと思っております。はい、ただ後楽園ホールと新規模ファーストリングでは大会開催に使える時間設定がだいぶ異なるので、全カードそのままスライドとはいかないと思うんですけども、まあ
5.2 後楽園ホール大会でやる予定だったタイトルマッチ並びにメインイベントのフリーダムズ軍対、アンチェイン、こちらぐらいはそのままスライド。で前半戦はもしかしたら多少変わる可能性もありますけども、まあ、極力 5.2 後楽園ホール大会でやる予定だった顔合わせを今度はもったいないって言ったら新木場に失礼なんですけど新木場ファーストリングでやりたいと思っておりますので、こちらも正式決定、正式発表、皆さんお待ちください。よろしくお願いします。贅沢ですね。言っちゃえばあれですよね、後楽園ホールよりも新木場ファーストリングってやっぱ近くで見れるじゃないですか。そうだね、あれだけ臨場感を感じれる場所ですごいあんなカードが見えるって考えると、うん、はい、これはもう見る側からすれば大きいですよね。そうだね、すげえ贅沢ですよね。フリーダムズは、まあ本当コロナ禍の中、出し惜しみをしないというものを売りにやってきたので、後楽園でやりたくてもできなかったものを、新木場ファーストリングで、皆さんにお見せできればと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん期待してください。よろしくお願いします。はい、フリーダムズチケット情報としましてはですね、5.2 後楽園ホール大会は中止になってしまいましたが、 5.5 横浜大会、5.16 仙台ピット大会、 5.27 新木場ファーストリング大会、こちらの3大会はですね、フリーダムズ公式ホームページ、チケット予約フォームまたは、チケットピアにて、絶賛発売中でございます。はい、ぜひこちらも皆さんご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。あとですね、4月29日に予定しております、東京信濃町の、カフェデクエルボスで開催予定のダムズグッズ&チケット即売会イベント、その名もダムズの祭典2021というのがあるんですが、はい、こちらがですね、現状今正直何とも言えない状況でありまして、これは心情としては、予定通り4月29日に予定通りの時間で開催したいと思っております。はい、でまあこちらも正直大規模イベントではないし、最初からコロナ対策をした上で、感染症対策を気にした上で30分間に、お客様5、6名ずつしか入れないっていう中でやっておりますので、まあ無理というか問題なく開催できるとは思うんですけれども、こちらもまた後日正式に、やりますという発表をさせていただきますので、少々正式発表の方をお待ちください。よろしくお願いします。お、ツイッターにコメントが来ました。はい、どんなコメントでしょう。あ、物理的な感じなんですね、そんなに。はい、うん、はい、コメントをいただきました。このさってなんだろうね。あざと、こうって言ったね。あざとかわいい香取くん、見て癒されよう。香取くん、復帰戦でメインってすごいデフ。出た。はい、もう復帰戦がメインなんてすごいデフ。え、すごいんですよ、俺。すごいんです、俺。いいんですよ。ちょっと待って、何この可愛いのっていうそのコメントがちらって映ってるのいいですね。はい、あ、さすが釣り目さん、釣り目さん釣れたぜっていうね、なんかツイッターどんどん続いてますけど、はい、香取孝博可愛いんですよ、よろしくお願いします。あざといです、あざと可愛いんで、香取、はい、あれちょっとあざと可愛い顔してあざと可愛い、そんなやめてください。うわ、あざとかわいい。はい、これをね売りにしてますんで、ぜひ夜ね、別にお姉さん方に限らずね、男性ファンでも全然ね応援してもらって全然いいんで。いや、もちろん試合になればもう、はい、誰よりも熱いと思うんで。おわ、頼もしいですね。ですよね。はい、いや、もちろんそうです。なんでだから試合をぜひね見てほしいですね。はい、はい、まずできそうと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあここからですね、
このトリコヤズリーフにゲストで来ていただいた皆さんに聞いてることではあるんですけど、今フリーダムとかですね、あの出版社の笠井淳自伝本知ってます？はい、知ってます。本当？はい。こっちは読みました？いや、読んでないです。読んでないか。知ってるのに読んでない。読んでないです。あ、栃木売ってないか。はい、あ、自分茨城なんですけど。あ、茨城か。本屋さんないんで。あ、本屋さんない、はい、あ、じゃあしょうがないな。はい、ないんですよ、ブックオフとか。じゃあぜひあのフリーダムズ売店で売ってるんで、ぜひ買って読んでください。本当ですか、はい、読みます読みます。多分あの笠井がサインに書いてくれると思うんで。やった、はい、売店で買えば欲しい。はい、あの笠井淳自伝ももちろんそうなんですけども、はい、5月28日からいよいよ笠井淳ドキュメンタリー映画共演、はい、こちらが上映されます。あ、これ、今日の試写会の模様ですね。今日の試写会の模様、一番前に藤田による、私佐々木隆、笠井淳、マンモス佐々木、一番後ろにですね、両腕振り上げてるなんかアホがいますけど、これがあのマスクでよくわからないですが、これが香取孝弘です。はい、これは誰よりも喜、はい、誰よりも嬉しそうにしてるけどね。はい、なんか関係者の中に一人だけファンが混じっちゃったみたいになってるけど。当選したんでしょうね、多分一人ね、一人だけ見れるって、ね、みんな応募してね、当選して、あのプロレスラーと一緒に映画が見れるみたいな感じで当たったんだろうね。誰よりも喜んでる。高弘くん、よかったね。よかったです。誰よりも喜んでる。21歳、はい、高弘喜んでます。でも今日でもまさに試写会、関係者試写会、そうなんですよ、ね、関係者しか見れない試写会があって、まあ、ダムズデーもいっぱい来てくれたんですけど、まあ、カトリーも見てくれて、はい、どうでした？笠井淳ドキュメンタリー映画を見た感想ですね。自分まず、はい、ドキュメンタリーの映画ってそもそも見ないんですよね、うん、初めて見させていただいて、ドラマとかテレビでもドキュメンタリーって見なくて、うん、ドキュメンタリーってすごいですね、なんか、うん、一言じゃどうこう言えないですよね、やっぱり。まあだからなんだろう、演出として作り上げた部分が一つもないからね。そうですよね、全部リアルなんで。まんまですね、まんまリアルなんで。収録ってやつですか。うん、なんかやっぱ自分もプロレスラーなんで、やっぱ普通のお客さんから見る観点とは多分違う見方をしてるのかもしれないですけど、やっぱ考えさせられましたよね、いろいろ。なんか、うん、自分がやってきたことがどうこうとか、自分が悩んだ時うん、本当ヘボクソいというか、ヘボクソい、うん、なんかもう大したことないんだなって思えるぐらい、うん、笠井さんの生き方って、うん、なんかでかいんだなって。そうだね、多分、うん、普通の笠井さんの試合を見てる、まあ普通そうだと思うんですけど、うん、試合を見てる人たちには見えない部分とかがやっぱ見れるじゃないですか、うん、プライベートな部分だったりとか、うん、いや本当あのみんなが知ってる笠井淳じゃない笠井淳が見れるんで、この映画では、うん、強い、あ、こういう言い方よくないのかな、強いだけじゃない部分も、人間としての笠井さんを見れるわけじゃないですか。そうだ、人間臭さもあるよね。あ、ちょうど今あの予告 V がトップだと思いますね。個性の塊なんですか。芸術点が高いような感じがすごいするんですよね。今日もやってやるぞとか、そういう気持ちがなくなっちゃったんですね。試合嫌だなとか思うようになっちゃったんで、気持ちがちょっと追いついてこない、刺激が足りない。でもやり尽くしたんですよね、正直言うと。ね、まあ欲張りだな。何よりでも戦いですか。じゃあやめたら何をやればいいのっていうんですよね。コロナウイルスが流行ってるから気をつけなきゃ、うん。してんじゃねえよ、てめえ、おい、何見つけられてんだよ。俺はプロなんだから、コロナっていうのを忘れさせて、試合やってる時間内だけでも熱狂させないとダメなんです。おばあちゃん、心臓に気をつけてね。進むしかないです。はい。
返してやるよ。かっこいいよね。予告だけでもしびれるよね。いやでも本当あの人間葛西潤、それからあのお父さんね、パパ葛西潤、それからまあプロレスラー、もちろんデスマッチファイター葛西潤、いろんな葛西潤が見れる映画だと思うし、逆にもうなんならプロレス知らない、詳しくないっていう方でも見ていただけたら、いろんなことを感じれるし、いろんななんかことで背中を押してもらえるような映画かと思いますね。本当にもうそういう変なね存続感情とか一切抜きで、本当にいろんな人に見ていろんなことを感じて、本当今後の人生に生かしてほしい作品だと思います。本当にあの葛西潤の生き様ですね、それが本当にもうビシバシ伝わってくる作品になっておりますので、はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上あのぜひ見に来ていただければと思います。あの今はねフリーダムホームページの方にあの上映が決定している映画館があのもう告知で出てますけども、まあぶっちゃけですね、ぶっちゃけるとですね、まだまだ増えます。はい、今新たに契約を結んでる映画館がこの後どんどん増えます。はい、今本当に日本全国であのそういう契約を結ぶ交渉をしているので、本当に例えばねどっかの地方田舎だからどうせ見れねえんだろうなとか、そういう風に諦めないでですね、ぜひ続報を楽しみに待っていていただければと思います。はい、みんなで見ていただければ、はい、あ今出てますね、こちらが今のところ決定している映画館です。はい、ただこの後ですね、この映画館以上に、多分あともう何倍かに増えると思うんで、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください。皆さんに見ていただけるように映画館をとの契約を結べるように私も頑張っておりますので、ぜひ皆さん期待してお待ちください。よろしくお願いします。はい、でも茨城は映画館ある？いやーなんか最近よく聞くようになりましたけどね、うん、映画館本当映画館あるんだったらいいけどね。したらもしあったら今日試写会見たけど、はいはい、ちゃんと見に行ってあげてね、チケット買って。あ、見ます、うん、あれば映画館あればね、じゃあ映画館作ってね。俺がですか、うん、よろしくお願いしますよ。はい、ではですね、もう早いもので残り時間2分ほどになってしまいました。早いですね。ね、カトリーよう喋るからな。そうなんですよね。はい、ではカトリー高弘から、まあね、直前にね、まあ、復帰を控えております香取孝弘から、この鳥越あずり FM をご覧の皆様に、ね、今後の抱負など何か語っていただければと思います。いかがですか、どうぞ。はい、時間がないんでパッと言いますね、うん、自分はまだ復帰してないです。で、うん、今度の日曜日25日に復帰して、それからダムズさんに参戦する予定ですけど、うん、まあ、正直ダムズさんが今後どうなるかってやっぱコロナの状況でわからないですけど、うん、俺がいなかった10月からの6ヶ月間、だいたい約6ヶ月間、うん、半年間足りなかった、葛西さんが求める刺激とは違うものを、うん、自分が葛西さんが映画の世界に旋風を巻き起こしてる間に、自分はダムズさんに新しい風を起こすんで、おお、これは楽しみだね。これは香取孝弘あざとかわいい旋風が、そうですね、ダムズマットに吹き荒れますね。今までのプロレス界にはなかった新しいものを自分が作るんで、うん、おお、見ててください。楽しみ、お願いします。はい、ぜひね、鳥越アズリエフもご覧の皆様も、はい、これからね復帰してまたフリーダムズ本格参戦を果たしていきます。香取孝弘の応援をぜひねよろしくお願いいたします。はい、そんなところですね、今日もお送りしてまいりましたプロレスリングフリーダムズ冠番組ファイトフォーユアフリーダムズ、以上で終了となります。また来週ですね、同じ時間
金曜夜10時にお会いしましょう。まだね、来週のゲストは未定ですが、まあ、ゴールデンウィーク特集ということで盛大にお送りしたいと思います。また来週もこの時間にお会いしましょう。皆さん今日も最後までありがとうございました。また来週。